はい、では前回はあちらのアルゴンスパッタを使って3分間スパッタリングしてみました。でスパッタリングちょっと止めてみようと思います。まずボルテージを下げます。でオフ、いいですね。でちょっと前回言い忘れてたんですけど、真空度がこれぐらい悪くなります。1×10 のマイナス7乗パスカルぐらいですかねになりますので、皆さんもアルゴンガス流した時には、どれぐらいになるかというのをチェックしてください。だいたい多くてもさっきこの辺り 2×10 のマイナス7乗ぐらいが 3× かな、最悪悪くても 3×10 のマイナス7乗ぐらいで抑えてください。まあ、通常ならばこんな感じの真空度があります。ではこれで次測定してみましょう。ではやってみましょう。まあまだちょっとイオンガンはまだ今後使うかもしれないのでまだ止めてません。スパッタだけ止めただけです。電圧だけ止めただけです。じゃあちょっと測定してみましょう。まずカードラックパワーをオン、そして PC アクセスをクリックします。立ち上げは結構かかるんですよね。しょうがないんですけどね、これね。で、ここの毎回出てくるやつ、まあ OK でもいいです、どっちでも。で、出てきます。うん。そしたら、この前回サーベ設定してますんで、アクワイヤーというのを押します。で、アクワイヤーサーベイというのをやると前設定したのが動作するようになります。じゃあクリックしてみます。左クリック1回。ちょっとこのカメラなぜかフォーカスを常に合わせようとするんですよね。測定してますね。うん、うんうん、いいんじゃないでしょうか。非常にいい値出てると思います。で、前も言いましたけど、これさ、前には信号とノイズ SN 比が悪すぎて困るということがありましたね。で、どれぐらいサイクル数を見ればいいかというのがあります。今サイクル数2回ですけど、このノイズの幅が小さくなるためには、小さくなるのはルート N 分の1で効いてきます。つまり先ほど2回でしたから、この幅を縮めるためにはえっと4倍にしたときにルート4イコール2ですから、8スキャンしたときにこの半値幅が半分になります。このノイズ幅が、で、だいたい経験上ですね、8スキャンぐらいするとこのノイズの幅があんまり違いがなくなってきます。うん。で、まあおおむね10回ぐらいやるから12回ぐらいやるのが一番いいですね。まあ今回はこれでいいかなと思いますけれども、時間がないので、皆さんはもうちょっと取った方がいいかもしれませんね。で、あとここにちょっと見えてます、ボコッと。通常これぐらいで酸素はいいと思います。ただ炭素まだちょっとありますね。なのでこれをもうちょっと取り払いたいという場合には、もう一回スパッタする必要があります。とりあえずまずはサイクルストップボタンを押します。
で前回と同様にちょっと分析してみましょう。右クリックして消して、ごめんなさいね、ちょっと分かりたいところ動かして、でこれをクリックします。スピードですね。で前回のやったのをちょっとやってみましょうか。まずオープンのじゃない、間違った、ファイルのオープンで、この今回のやつをダブルクリックで出ますね。その次に ID のボタンを押してまず認識させます。でまだちょっと認識甘いですね。タッパーとおそらく炭素と酸素で、アルゴンを吹き付けてるんでアルゴンありそうですけど多分大丈夫です。でこれが終わったら、この上の%ABS って書いてあるやつを押すと、だいたい%出ます。こんな感じですね。まだまだ炭素いっぱいありますね。ここに見えてますもんね。なので、もうちょっとスパッタリングしなきゃいけないようになります。じゃあちょっとやってみましょう。で、前回はこれ閉じましたけど、閉じないでも一応やれます。綺麗な表面になってるので、いいかなと思ってます。あまりにも汚れてるのですと、いろんなものが飛んでチャンバーが汚れてしまって、いろんなものが悪くなってしまうので、普通はいろんなものを切ってからやるんですけど、今回このままやってみます。まず他の部分はイオンがいじってませんから、まずボルテージをオンして、でボルテージを上げていきます。4にしました。じゃあ次どうしましょうかね。だいぶ取れてたので2分ぐらいしてみましょう。2分ぐらいなら待てると思います。で2分ぐらい待つということですね。それで後の説明はどうしましょうかね。このまま2分待つか、まあ待ちましょうか。ちょっと退屈かもしれないですね。無駄な2分、編集で本当は飛ばしたいところですけど、まあしょうがないですね。他にちょっと説明するところがあるかもしれないので説明しておきましょう。ですね、まずですね、 X 線この結果検証するときに、実はねこのような、ハンドブックがあります。じゃ著作権の関係で見せたらまずそうなのでやめておきますけれども、中身は見せませんけど、こういうのがあるはずです。こういうのが、あ逆だ、こういうのがあるはずです。これだね。でこういうのがあって、ここの中にアルミ系、あモノクロのアルミと、あとは普通のコンベンショナルマグネシブで撮ったスペクトルが書いてあって、でピーク位置、あのピークの帰属も書いてあります。さらに化学シフトでこれらのピークがどっちの方向へ動くかっていうのを、材料によって動くかっていうのが書いてあります。なのでこれを見ながらいろんなことを経験していただけると助かりますね。うん、でこういうのがあるはずです。はい、アルバックファイのやつを買えば、あ今ちょっと 古いですけど、変わっちゃ、社名変わっちゃってますんで、まあいいかな。買うと、購入するとですね、あなりましたね、なりました。じゃあちょっとボルテージを下げてみましょう。あ今これ見やすいな、この角で撮ればよかったのか。これが本当は PC 上で制御できれば掘るのももうちょっとねちゃんとできるんですけどね、今 なぜか PC はうまくいかないですね。じゃあこれもう一回撮ってみましょう。アクワイヤーの
サーベイですね。動くかな？あ、動いてますね。じゃあちょっと待ってみましょう。うむ、いい感じな気がします。もう酸素はほとんどないですね。あ、炭素はちょこっと残っちゃいますね。やっぱり難しいですね。ちょっとあるような気がしますね。うん、ではね、こういう場合どうすればいいかちょっとやってみましょう。この場合一回ちょっとサイクル止めてみます。これを残したくないときはアボードっていうのがあります。このアボードっていうの、これを押すとアボとなりましたね。でもう一回これでやるとデータ残りません。で次にどうするかと言いますと、炭素がなさそうなところちょっと探してみたいと思います。まずエースカのこれの、セットアップアラインっていうのをします。でここを C1 と入力します。でエンター、そうすると範囲は自動的に決めてくれます。でユーティルモードにしてここも自動的に変わります。でリフレッシュのやつを10にしてエンターします。20だとねちょっと遅いんですよね。でリフレッシュアクワイアのボタンを押します。そうするとマイスキャン更新されます。ここに出てくるんですけど、ちょっと待ってくださいね。ここに出てきます。で C1S のピークがここに出てきます。でこれが小さくなる位置を探します。この XY だけを動かして、じゃあちょっと動かしてみましょう。ちょっと動かして、少なくなるところの位置を探してみましょう。見つからないかもしれないですけどね。こうやってもっと適切な位置がないかを調べることができます。でここにマックス感度が出てきますので、このマックス感度のところが少なくなるようにします。あ、今もうちょっと見えなかったですね。いいとこありましたね。本当はスパッタ時間を増やせばいいんですけど、ちょっと時間ももったいないですし、こういう方法もあるというのを覚えていただくためにやってます。特にこれが効果を発揮するのはですね、スパッタの軸設定がうまくいってないときなんかはよくこれの効果をよく発揮しますね。もう見当違いのところにスパッタが当たってるっていうようになると、特にこの効果が発揮されます。あんまりいいところはなさそうですね。頑張って探してますけど、まあこのぐらいしてみましょう。まああんまり減ってないですね。しょうがないですね。まあ今回はちょっと綺麗に炭素は取れてないですけど、皆さんはもっと丁寧に行って酸素を取ってください。あ、酸素じゃない、炭素を取ってください。炭素ですね。まあ今回はこれでちょっと終わって、次にもっと詳細なモードで測定数を説明したいと思います。あ、とりあえずこれは止めましたね。アクワイヤーこの上のこれでいいです。これを押すと終わります。で次にエグジットですね。はい、じゃあ終わりですね。